した祈り、もう明かりの残像に疲れ切ってやつれた自分の顔を見る。目の前に浮かぶ蜃気楼の中の目的地 42.195 キロ、行き先はキロに立たされてから決めるつもり。でも台本があるかのように歩かされる道、曇りのち雨の予報、部屋に閉じこもっては途方に暮れる自分に触れる。何年かぶりに泣き弱になる理学、中を覗けない鉛に包まれた心臓を削る。胸への彫刻刀、ジャンコ刀よりも多彩な媒体に記す。中小企業の少年、実業家の正体が歩む日々の真理は誰も知らない。精神を満たす飯にありつけるまで、釜茹でのケーキ貼り付けになるまで、ただ足を棒にして歩み続けるまで。この世からいなくなるか、この世がなくなるか、どちらかが先に来るまで、迎えに来るまで。誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか、誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか、誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか、誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか。藪の中に消えた話の筋、でも1年後の同じ日に別の惑星で夢の続きを見る。危ない、暗い、深い眠りは現実よりもさらに複雑な平行四辺形が歪み、ずれは一本の直線となる。見たく人の交わりとは、背中合わせの対角線上の面接、変哲のない生活の安定を求めることが情緒の不安定を呼び起こす。眠れる意志を必死に揺り起こす。クソ、時間を無駄にする集大、離脱の上がらない状態から幽体離脱がしたい。現在の知識と過去の経験の最大公約数を未来にぶつける循環が類上の結果を生み続ける公式を自己発見。まだ誰も知らない、よき知らせを伝えようと固くなり閉じた玄関を叩いても、イルスを使う冷たいウイルスと戦う夜行性物質を投入。暗がりを目で照らす五次元現象、入入堂々の闇探検カーカー、信号022の名前を口にするだけで想像に過ぎなかった生活の隙間に入り込む言葉。一心不乱に腰を振る快感に匹敵する一滴のひらめき、誰も知らない、誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか、誰も知らない、知られちゃいけない、信号が誰なのか、誰も知らない、知られちゃいけない。